わー、みんな寒くない？こっちへおいで。羊やマトン、ヒーロー名、ミスターシープ、個性、ウール。羊のような体毛で攻撃を防いだり、味方を守ることができるぞ。ただし、炎にはめっぽう弱い。いやー、今日もいい天気っすね。さあ、今日はどんなヴィランが釣れるかなと。釣り上げ一本。ヒーロー名、フィッシングロッド。個性、釣り。腕から伸びた釣り竿で生き物を感知。釣り上げることができるぞ。本日も晴天、ハンガーハンガー、ハンガーマスク。カワキハンガー、ヒーロー名、ハンガーマスク。個性、ハンガー。体から生成されたハンガーで大体のものを干すことができる。生乾きなんてもうしないぞ。その次元爆弾よ。解除できねえんだったら、吹っ飛ばしちまえばいいんじゃねえか。飛ばし本塁打。ヒーロー名、パーフェクトスラッガー。個性、ホームラン。こいつがバットで打ったものは全てホームランになるぞ。さっきのノームにパンチ1万発分打ち込んでやったぜ。さあ来いよ。ゴングはもう鳴ってるぜ。名倉セロヤ。ヒーロー名、パンチクラウン。個性、チャージパンチ。殴れば殴るだけ拳に力が蓄積される。溜めた力を解放したパンチは強烈だ。みんな、今日もたくさん雨降らすからね。スッコルの最近は雨降らしてばっか。アメミヤスコル。ヒーロー名、スコールガール。個性、雨。どんな場所でも雨を降らすことができるぞ。火災現場や乾いた地域でとても便利な能力だ。彼女が去った後には虹がかかるとか。おめえらの武器何枚も強くしてやっから、じゃんじゃん持ってこい。ヤスリ研磨。ヒーロー名、シャープナーヘッド。個性、紙ヤスリ。髪の毛で刃物を研ぐことができる。ただ剣で戦うヒーローが少ないため、普段は商店街の肉屋で働いているぞ。さあ、足の汁が溜まってきましたよ。さあ皆さん、足の汁ちゃんと味わってください。マジで言ってる？いや、はい、じゃあ、マジでマジでやってる？いや、マジでやってます、はい。これ、堀越先生とか見たらどう思うと思う？いや、でも見ねえよ。いや、でも自分的にはいいかなとは思ったんですけど。なんて言ってたの、うん、足の汁が溜まってきましたよ。足の汁で、足の汁をちゃんと味わってくださいっていう。どういう個性なの、それは。あの、個性知るっていう。個性知る、はい、うん、で、あの、名前があの、汁かけやさおっていう、はい、汁かけやさお。で、なんかあの、あの、怪我を治す汁とか出すし、あと、おいしい汁も出すし。おいしい汁、なんか、ぬるぬるする汁も出すし、みたいな、なんかいろんな汁だったら何でも出せるっていう、うん、ちょっと足どっぽいかな。やっちゃってんね。いや、あの、ほんとごめんね。なんかあの、これの面白さがほんとわかんなくて。わかる？いや、ほんとわかんないんだよ。ごめん、あの、ほんとごめん、ほんとにごめん。いや、ほんとわかんなくて。いや、あの、てか、なんか何が面白いのか。面白いっていうか、まあ、ヒーローっぽくというか、あの、いや、優しいやつなんですよ。すごい。なんか、与える能力。その、攻撃する能力だけじゃなくて。うん、だ、美味しいシーンとか出すの。だ、アンパンマンみたいな感じなんですよね。その、優しいヒーロー。アンパンマン。になりたくてっていうので、汁、僕汁好きなんで。じゃあちょっと、優しい汁あげるためなって思ってて。いや、ちょっとなんか、いや、と思います。ごめんね、いや、頑張って見つけたいんだわ、面白いところ、いいところ。俺、ほんとに分かんなくて。マジで。ほんとに分かんなくて。
いや、ダメですよね。いや、なんか。いや、ダメと、いや、なんか言ってあげたいんだけどね。本当にわかんないんだ。いや、どうなんだろうな。いや、僕。どっかでも、あるような感じは、しますけどね。なんか、するはい、するちょっとするんですけど。する、はい、俺、本当にないんだわ。